はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です、えー。今回は健康食品の思わぬ落とし穴について、えー、と解説していきたいと思います。はい、まず自己紹介なんですけれども、えっ、ー、と、私は体感デザイナーという肩書きで、えっ、ー、と、活動させていただいてます。で、えっ、ー、と、主に アスリートだったりジュニア選手であったりとかあとはスポーツ愛好家ですねにトレーニング指導であったりとか先天的な体の使い方体幹デザイン理論というものを主に指導させていただいておりますあと医療系の国家資格も持ってますのでボディケアであったりとか生態業務とかもや えー、さてえっ、ー、と健康食品のイメージって皆さんどう思われますかえっ、ー、とまあ飲んだら健康になるとかまあこれを飲んでるだけでまあ例えば、えー、お肌がツヤツヤになるとかえっ、ー、とまあ不節制が解消されるとかっていうようなまあそういうイメージがあると思うんですけれどもえっ、ー、とまあ今回ちょっとその落とし穴について。 えとちょっと説明していきますね。で、えー、今回は野菜ジュースについてです。で、えっ、ー、と、ま、野菜ジュースなんですけれども、えっ、ー、と、ま、コンビニとかで結構置いてあるんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、面白いものを見つけたので、えっ、ー、と、ちょっとね、こちらをご覧ください。えっ、ー、と、左が、えっ、ー、と、健康食品である、えっ、ー、と、野菜ジュースですね。で、あの、右が、えっ、ー、と、ま、某有名な、 あのお菓子ですね。えっと、11月11日がなんとかの日とかっていうような感じの、えっと、お菓子なんですけれども、で、えっと、これなんで、えっと、2つ並べて置いてあるかって言いますと、あの、これ同じ糖質量なんですよ。あの、2つとも。片方お菓子なんですけど。で、えっと、糖質っていうと、あの、ま、どういうものかっていうと、 まあえー、とエネルギー源になるんですけれども、まあ、体をこう動かしたりとか、えーとまあ、脳を動かしたりとかっていうエネルギー源なんですけれども、まあ、それも一応、まあ、糖なんですね。で、まあ、その糖質イコール糖、でそして、ね、あのこれが重要ですあの。余るとこれ脂肪になるんですね。で、多分ね、これは、まあ、なんとなくイメージわかりますよね。あの、まあのま 糖分取ったら太っちゃうっていうのはなんとなくわかるんですけれどもあのこれをちょっとよく見てほしいんですよあの糖質 23.2g これすごくないですかでねこれまだイメージがねもうパッとこう出てこない人もいると思うんであのちょっとね簡単にちょっとこう考えてみましょうえっとシュガースティック1本あたり 3g がありますであれ シュガースティック1本 3g っていうことは、えー、とさっきの量で言いますとどれぐらいかっていうと大体、えー、シュガースティック大体約8本分ぐらいの、えー、と糖質があるんですねこれ結構すごいんですね野菜ジュースってなんかこう飲んだら健康になるとか1日のビタミンが取れるっていうような、まあ、イメージがあるんですけれども でも飲んだらやっぱりすごい甘いんですよ。で、なんで甘いかって言ったら、まあ、実際こう砂糖が入っていたりとか、であとは、まあその果物自体の果糖ですね。はい、一応、果物にも糖っていうのはありますので、えっと、まあ、そういう分の糖質が、まあさっきの 23.2g でしたっけね、はい。その糖質量、まあその1本飲むだけで、 シュガースティック1本、あ、ごめんなさい、えー、とシュガースティック8本分の、えーとまあ、糖分を取ってしまうっていうことですね。なんでまあ、えーと、健康食品なんですけど、まあ、意外と、まあ、そういうところを見てあげると、まあ、これって本当に健康なのかなっていうような、えーとまあ、ことですね。はい。っていうことで、えーと、今日は終わっておくんですけれども、 ツイッターやってます。でえっとまあ、今月の頭ぐらいからスタートしたので、まだフォロワアーとか全然いてないんですけれども、はいえっとまあ、こっちのツイッターの方であの結構情報配信とかをやっていきますので、もしよければあのフォローの方お願いいたします。であと、えー、ブログもやってます。でブログの方はあの体感デザイナー。 で検索してもらえればあの SEO とかでもあの結構上位取れてますんであので上の方に出てきますので、まあ、そちらの方でもあの、まあ、こういうような、えー、とお得な情報とか配信してますのでもしよければ、えー、と見てあげてくださいはいということでご清聴ありがとうございました